よう、返却ローディーども。てめえら、チャリを盗まれたことあるか？俺様は学生時代大事に乗っていたミニベルとマウンテンバイクを盗まれたことがあるぞ。今日の相棒、キャノンデール手島とコンビを組んで、旧江戸川サイクリングロードにあるつう。せっちゃりされた自転車の乗り捨て場になっている。自転車の墓場へ向けて、新川と旧江戸川が交差するこの給水ポイントからパトロール行ってくるぜ。その自転車の墓場となっている窃盗チャリの乗り捨て場、新川の給水ポイントから旧江戸川サイクリングロード入ってすぐの場所にある。俺様も通勤でよくこの道を通るんだが、だいたい夜中の10時頃かな、せっちゃりの乗り捨て場になっているその場所でよく怪しい人物を見かける。だいたい月に2回ぐらいは見かけるかな。人通りがなくなった夜中の旧江戸川サイクリングロード、その自転車の墓場となっている場所でタバコを吸ったり携帯を眺めている怪しい奴がいる。そいつが犯人なのかどうかは俺様にも定かではない。しかしかなり怪しいのは確かだ。これから向かう自転車の墓場に怪しい奴を確認したら話しかけたりするんじゃねえぞ。刺される危険性がある。怪しい奴を見つけたら即座に通報だ。おしゃべりをしている間に自転車の墓場到着したぞ。ここがせっちゃりの乗り捨て場となっている自転車の墓場だ。見てみろ。無残にもチャリが乗り捨てられ、タイヤは外され、すっかり錆びちまった状態で朽ち果ててる。貴様らこれを見てどう思う？ママチャリだから別にいいとか思ってるやついねえよな。それは違う。ママチャリであろうがクロスバイクであろうがロードバイクであろうが関係ない。ここに捨ててある自転車にもオーナーとのたくさんの思い出が詰まっているはずだ。そんなチャリを盗むせっちゃり野郎、俺様は許さない。江戸祭のサイクリストのみんな、この場所で怪しいやつを見たら警察へ通報だ。俺様との約束だぞ。じゃあな。